大事な話よ。最近また評判が悪い。そういうのもう身に覚えない。じゃあ今の態度でそうってこと言われてて、これからどういう態度接してくれるか分かんないし。いや、違うです。いや、もう。お前ら二人で見て目指して。ああ、でも、そうだよ。そうだよ、そうだよ。あ、でも、外部が多いです。大事な話よ、お前。カード見て。大変。かっこいいですか？ワイジャーってか、もう足場。昔さ、それこそペコちゃんと営業で揉めたとこがあるじゃん。はい、職人の、はいはい。で、最近また評判が悪い。なんか、まあ、わからないよ、これは。たまたま店長会議とかで、まあ、なんか練り替え道場の足場をやらんとかやるっていうのは、まあ、ちょこちょこ出てったんだ。結局、今新築とかいろんなことやっとるもんで、練り替え道場の足場を、あ、元おった社員の子とかが、やってくれたんだよ。そうですね。外注として。うん、で、まあ、営業からしたら、練り替え道場の、まあ、南施工サービスだよね。まあ、はい、南施工サービスが、やってほしいと。そういう思いはある。だけど、もうほぼ今、外注で3台やってるから。はい。俺もそれずっと聞いとった。名前が。最近その声がちょっと大きくなりつつありまして。それは何っていうと、まあ、例えば段取りが悪い。外注に振るのが前日だと。前日はないですね。何日前？1週間前に行ってます。そう。行ってます。それをなんか足場。写真送ってくださいっていうのは前日もあるんですけど。でもそのこと言ってると思います。振るのは絶対1週間前に行ってるんで。足場に？はい。それを営業にもちゃんと伝えてるの？営業とか管理だよね。今行ってないです。お前らからしたら南瀬古通してほしい。もちもち。いや、直接やってくれ。今は営業に全部抜かれてるんで、僕らにはゼロです。で、営業が直接振ってる。そうです。やり取りしとる。営業は直接やってもらってます。でそれをなんでお前らがなんか間に介在してるの？なんか、いや、なんていうか、写真が遅かったとか、なんか。だから僕は営業に忙しい時に振ってほしいって言っても、多分営業としては自社でやってほしいって思いがあるじゃないですか、うん、僕の勝手な思いですけど本当に聞いてくれとるのかなと思うし、うん、その営業が社用会社にいついつの物件行けますかっていうことを、うん、本当に聞いてくれとるのかも分かんないと思うんで、聞いてない、お前らに聞いてお前らが手配しよう。いや、それだから僕やってるんですけど、本当はだから聞いていないからお前らに来てるの。いや違うっす、何て言うんですかね、意味わかる。本当は営業にやらせるっていう手だったんですよ。まあ、営業が自分たちでもうちがやれんかったら、まあ、よそに振ってっていう、まあ、結局シーリングとかと同じだな。シーリングも自社班が多いけど、はい、間に合わんかったら他のシーリングを手配するわけじゃん。そうです。まあそのまあ仲間っていうかな、はい、塗装と同じだな。自分たち手配するっていうことなんだけど、はい、うん、でも僕からしたら本当に聞いてくれとるのかなと思うし、うん、聞いてくれとるのかなとか聞いてって言ってるってこと。いや、それは言ってないですよ。だから、分かるだろ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 、全然分からないだろ、分からないだろ、よく分からない。だからそのお前の思いはどうなの。俺がまず一個聞きたいのは、はい、お前からしたらうちがやれん場合は自分たちで予想を手配してくださいの方が嬉しいなのか、俺を通して足場屋を手配してくれた方が嬉しいのか、どっちが嬉しいの。いや、それはもう営業と直接通して、僕もそんな負担がかかっちゃうんで、ああ直接聞くのも面倒くさいし、はい、直接やってってことだろ。基本的には契約はそっちで交わしてくれってことだろ、はい、南瀬古と一回契約交わしてそこで今回払うからって、そっちを直接の契約にしてくれってことだろ、内容からは、はい、ってことでしょ。うん、分かるよ。なんですけど、一回やったのかな、営業にこれ振ってって言ったんですけど、うん、どこも見つかりませんでしたって言ったんですよ。うん、で、僕が言ったら、あ、やりますみたいな、うん。聞いてなかったじゃんみたいな。そこ紹介しないでしょ。いや、違うんですよ。聞いてもらったと思うんですよ。聞いてないんですよ。もう一回聞いたって。そうそうそう。あ、でも相手が、相手によって変わるっていうのもあるじゃん。まあ、それは、そうっす。まあ、例えば、例えば、
まあ、誰かが言ってみたんで、俺が電話したら、あ、いいっす、やります、お願いします。はい。仕方にもよると思いますけど。うん。俺は、まあ、まあ、じゃあ、まず一つそういうことじゃん。はい。はい、で、今の、もうそうじゃん。前からしたら、聞いてねえだろ、お前ら、じゃなくて、やっぱお客さんっていう意識がもっとあったのかな。一応乗り換えとちょっと元置きなわけだ。はい。まあ、いい意味で仲間でないとかよ。いい意味で仲間でもあるけど、いい意味で、まあ、お客さんでもあるんですよ。だけど、まあ、今はそこにちょっと甘えとるんかな。工程が遅いとか、なんか遅いとか。営業がする。うん。そんなの無理だよ、また行けとか。いや、他のお客さんだったら、そういうことしないのかな。しないんですけど、うん、そんなことは僕、一切言わないです。本当、はい、あ、そういうの、もう身に覚えない。いや、俺も分からんから。ちょっと待ってください。そんな言い方もしないし。いや、そんなお前らってある。で、機嫌がなんか悪い時は、もうちょっと忙しいでも、それ知らんわ、とか言って。だって、テラの時は、あいつ現場出てなかったじゃん。テラ君の時は、っていう言葉もよく聞くけど、まあ、俺も、まあ、現場出るだろうってさ、ユージもそうじゃん。ダメだぞ、あいつ、あいつなんか特になるから、あいつ絶対ダメだぞ。全然終わった。俺は給料払わんから。現場以外で、ユージは現場以外で金払いません。金払いません。まあ、特に飛び職って声がでかいっていうかさ、はい、強いじゃん。俺もそうだけど、パワーがあるじゃん。だからその、ちょ、もういいってお前やっとけやとか言ったら、やるわけじゃん。俺も社長っていう立場を利用しや、はい、なんとでもなるわけじゃん。だからちょっとそういう風になってないのかなぁ、みたいな。まあその、王様気分やっとる気分ではないですよ。無線が王様だったよな。王様気分だったよ。おはようございます。だから見た今。偉そうに。見た今撮れとった。無線がめちゃめちゃ王様だった。無線が王様。この口調どこの元気にもやっぱそうだもんね、僕は。そんなことないでしょ。いや、そうなんですよ。で口調はじゃ あんまり喋る人間じゃないけど、はいはい、俺に対して別にちゃんとしてほしい。無理ですよ。そう言ってくださいよ。いや、それも社長なんで。それでもお客さんでもそうだ。無理なこと言われたらやっぱ僕も無理って言うんだよ。それはそうだ、俺にも無理って言うんだよ。だけど言い方の問題よ。それは無理でしょ。あ、申し訳ないですよ。ちょっと難しいですね。あ、それはやっぱ仲があるんで。ああダメなんだ。金太郎やりましょう。金太郎やばいっすよ。お前が、だってお前ら高校が一緒だ。何歳が一緒なの ?15?6? 中学校は一緒じゃない、はい、から一緒で、はい、で見とって、ちょっとそういうとこあるよ。すぐこう伸びてくる。ちょっとめっちゃ危機感感じて、すぐなっとって。伸びてくるよな、でもな。そういうとこないちょっと。慣れすぎちゃってる。ああ、営業に自分は多分強く言ってるつもりはない。あそうだよな、ね、そうだよな、ね、俺にも当たり強いし、ああそういうこと、ね、そんな変わらない、当たりが、ね、あ、平等ですよ、それがもう上から目線の言い方でしょ、平等ですよとか言って、なんか平等だったらおかしいわけだ、逆に言えない、一応塗り替え道場っていうのが、まあ、お客さんって必要だよな、まあ仲間でありライバルであるけどもお客さんでもあるわけじゃん。でも数字も競ってるわけじゃん。いい意味でね。別に悪いとかいいとかじゃないけど、ダセえなぁと思う。ましてや仲間だからこそ。俺は仲間だからこそいいふうに言われたい。ごまするとかじゃなくて、あの人かっこいいよねって。あの人すごいよね。足場良くなったよねって。の方がよくない。だけど外にはまあ厳しくてもいいわけじゃん。でも、褒められる方がいい。厳しいのと褒められるのと違うからな。今の態度でそうやってこと言われてて、うん、これからどういう態度接してくれるか分かんないし、そんなこと言うのはもう降りるやん、違います、じゃあもう職長降りるやん、違うさあ甘えやんお前じゃあだって俺がじゃあ下にまあじゃあ授業に嫌われましたと、はい、最近嫌われてんなもう分かんない言ったらだから諦めでしょ、だから経営者じゃあお前やめろやん、ほんま議論が諦めたら、いやもう分かんない、どうやってやったら儲かるか分かんない、どうやってやったら授業員がついてくるかもう俺わかんないって言い出しちゃう。じゃあやめろやって言うの？そんなやつだったら。まだ続けないです。いや、ごめん。別に口を出さない。
もう分かんない C でまだ続きじゃないですか、分かんない C 分かんない C 工藤店で丸じゃなかったごめんごめん C まあでもそれを言ってきとるんだったら店、はい、それ言ってきとるんだったら店ちょっとやっぱ営業とのちょっと営業との店まあそこは手いらないです営業とのコミュニケーションがなってない、うん、考えなかんし、うん、お前無理やり戻そうとしてるなお前確実にお前食事降りるやんって言って目覚めたパターンだなお前でいいか悪いかっていう俺言ってないダサいって言ってるだけだから仕事の品質に対しては営業何も言ってないからさ逆に理解道場のやっぱ仕事足場じゃないと塗装屋は文句言ってくるって言うけどみんな職人がもう最近外部ばっかが来るもんで、ね、足場汚ねえわとかここに組んでねえもんで、ね、寝んなよとかでそこが強みだよねお前ら俺は足場の工事以外もそういう書類だとか工程で管理とか連絡とかも一つのもう仕事じゃない、はい、特にお前は責任者だからそれも仕事なのにお前は仕事現場外できれば俺の評価は100点だって思ってるんだったらそれは違うかなってそれも含めてのお前の評価じゃん。だから俺はダセえなっていうふうに思うよね。褒められてもいいよ。人間なんだ。そうなの。そうじゃない。ええ、本当に。そうなの。こういうことがあって、やっぱ僕一番はやっぱその、営業部長とその、支店の店長の部長だったんですよ。ああ、まあそうだな。それは言った、俺。だから、その、笠上に立っとるのがその、まあ、管理とかって結構うちは女の子が多いからその子たちが、まあクツクツまで言ってないけど、まあ、こうだったですああだったですって、まあ、管理の中でそういう話が出るじゃん進捗会議っていうのは1週間に1回多分工程管理やってるから立っての仕事のね、はい、うちの話し合いだからでこうですって言ったらああそうかで終わってんのはそれだせえなって、はい、俺とこうやってすぐ話持ってくるじゃんどっちにもね、はいまあ、最近足場がちょっと怒ってるねとか営業ダメだねとか言いづらいことを逃げ取るのはいかんで、それはお前らが話さなかったんじゃないのっていうのを店長会議で話したんだけど、はい、大した内容じゃないじゃん。いや、治ることだと思うし。はい、でちょっと、これ続き取っとこうか。続き向こう側で取って、三部作で、バトル。店長たちに聞いてたこと。店長とか、その、まあ本人たち、顔と目も隠して。顔全部隠して。なんか、勝負に電話するときにつらい思いをしてます、ね。だって、勝負しなわって言われるんですよ。だからいつ電話しようかなって悩んでます。絶対言うな。いや、そういう気を使わしてるんだよね。そうですね。まあ、足場班の成長を期待しようかな。はい、期待していいのかな。いいともいいともあ、いいのか足場の成長いいかないいのちょっと弱そうか、確かにめっちゃ弱そう全然弱そうですよじゃあ足場班、はい、ちょっとね、この次回、まあ、営業ももう本当確信してもらうもっと俺もまだ出しちゃうから営業とかプランナーの本音の、さらに本音聞き出そうと思いますイベントですねでじゃあ、ね、第3作でもうぶつけ合う3話で3話でこれもうぜひチャンネル登録いいねでしてお見逃しなくちょっと俺もその結構時間かかるから撮影にちょっと先になっちゃったから、うん、また足場次第、はい、あのまたちょっとこの間も声かかってもらったみたいでちょこちょこで撮るみたいですけどあのぜひ足場の買い取りまた来てくださいなんかでトークからもう買えるんですかとか運送料かかるんですかとかあるんですけどまあ運送料かかるかからんというよりは、まあ、材料の値段とかああいうのもあるし、まあ、統計は遠いで、まあ、結局トータル的に俺も値段考えるもんで、まあ、一概に言えんかなって感じなんで、あの、ぜひまた、あの、足場の買い取り、あの、もう俺次第、ぜひ欲しいんで、まあ、声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。あと、実習生。時々にもやってます。はい、もう、この5年、10年、15年にどんどん伸びてきてるから、で、あの、今、塗装とかも全部、特定技能できるようになったみたいなんで、実習生で5年来た後にまたさらに5年10年取れる制度に変わってくると思うんで、ぜひ特定技能の、まあ、相談とか、まあ、見積もりだけでも
いいので、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。よしよし、せーの、おいでー。